場所はどこだったか覚えてないライブハウスで、僕たちジュンスカイウォーカーズってバンドをやってますって、自己紹介されたのが最初だったと思います。すごく子供に見えた、なんか若い感じ、10代かなっていう感じに見えた、ちょうどねジュンスカイウォーカーズが山中湖で録音していたんですよ。で僕たちザ・ブルーハーツも同じスタジオの隣にいたんです。その時になんか、ああこのバンドもすごくこれからメジャーになっていくんだなっていう気配はありましたけど、バンドの解散、やっぱりねバンドだけじゃないと思うんですけど、人間みんな生きていて、いろんなことやったりいろんなことやらなかったり、やらないっていうのも一つの行動だと思うんですけど、そんな中で何をやりたいかとかは限りなく 100% に近く自分で選ぶべきだと思います。ほんでロックンロールの素晴らしさを知ってしまった人たちというのは、やっぱりやりたいことをやり続ける、やりたいことだけをやり続ける風にな生き方しかできなくなっちゃうんだと思う。そんで僕はやりたいことをやり続けるだけです。それでジュンスカイウォーカーズもそうだと思う。だから解散するんだと思う。それはアルバムを1枚出すのと同じだよ。